バール・ガンガーダル・ティラクバール・ガンガーダル・ティラクは、インドの民族主義者、教師、社会改革者、そして、最初期のインド独立運動で活躍した、政治指導者である。ティラクは、インド人からは、ロークマンニャ・ティラクと呼ばれていた。ロークマンニャとは、インド人のリーダーという尊称である。一方、イギリス政府の見方は別で、イギリス政府は、ティラクのことを、 的的ににインドおける社会のの父ととしてリーーダ呼んだティラクは、インドにおける社会的、インド人の自治を意味する、スワラージを最初に唱えた指導者であり、彼が残した言葉である、スワラジーズマイバースライツ、アンド、アイシャルハブイットを要求するは、今日のインドでもよく記憶されている。ティラクは、マハーラーシュトラのバラモンの家系に生まれた。 彼と同じチトーパーワンバラモンに属する独立、活動家には、ゴーパール、クリッシュナゴーカレーがいる。ティラクの父は、有名な教師であると同時に、サンスクリットの学者であった。その父はティラクが16歳の時に死亡した。1877年に、プネーにある、デカン大学を卒業したが、ティラクは、大学教育を施された。 インド人の第一世代の一人となった。大学を卒業後、ティラクはプネーにある私立学校で数学の教師となった。その後、ティラクはジャーナリストへ転身する。ティラクは西洋の教育制度について厳しく批判した。ティラクは西洋の教育制度はインドの学生の品位を落とさせ、またインドの遺産を抑圧するものと感じていた。ティラクは 大学時代の友人と共に、デカンエデュケーションソサエティを組織し、インドの学生の教育の質の改善を目的とした。このデカンエデュケーションソサエティは、インド文化を強調することを通して、民族主義者の育成というシステムを構築していった。ティラクは、宗教及び文化の復興を強調することによって、大衆運動を、インドの独立に向かわせようとしていた。 ティラクは、サンスクリットで死死を意味する、マラーティー語の新聞、ケサーリー及びエイジュ氏マラーターを1881年から刊行した。2年もすると、ケサーリーは、インドの他の言語で刊行された新聞よりも、多くの指導者を引きつける新聞となっていた。インド成長の行政を激しく批判した。また、インド人が、自らの権利のために戦うことを主張した。 1890年、ティラクは、インド国民会議に参加した。ティラクは、インド国民会議の恩恵路線に反対した。ティラクの最初の重要な講義は、1891年の、承諾年齢法に対してであった。この法律の内容は、女性の結婚による成功が許される加減を10歳から12歳に引き上げるといったものであった。この問題は、 ヒンドゥの改革者が長年論じてきた問題であったが、ティラクの主張は、イギリスの不介入とヒンドゥ自身が決定すべきというものであった。もともと、ティラクは、子供の結婚に対して反対の立場をとっており、ティラクの娘も結婚は16歳の時であった。ティラクが、組織化に成功したガネーシュフェスティバルは、現代のインドにも根付いている。ティラクは、 1893年のガネーシュフェスティバルの組織化、1895年のシバージーの祭りの組織化に成功した。ティラクの狙いは、ヒンドゥーと国の栄光を祝い、さらに、目下の重要な政治問題を明らかにすることであった。もっとも、ティラクの行動がヒンドゥーとムスリムの間に漂っていた悪感情を、さらに悪化させる結果となった。1896年、 ムンバイ発のペストの大流行が起こった。イギリスは貿易手段として住民疎開を実施した。この住民疎開は現地人の感情を無視した方法であった。1897年には伝染病対策官イギリス人のウォルターランドが暗殺された。この暗殺事件の際にティラクは論文を書いており、その内容が先導的だったことから、 扇動罪により8ヶ月間の懲役に服すこととなった。ティラクが刑務所から出所してきた際、インド独立に対しての悲劇のヒーローとして崇拝されるようになっており、また、ティラクは、私は、政徳の権利スワラージを要求するというスローガンを採用した。1905年、ベンガル分割令が発布された。ティラクは、 ベンガル分割令に対して反対する、急進的な動きを取った。ティラクは、スワデー氏を主張した。ついに、1907年、国民会議は、ベンガル分割令を支持する、温泉派と、反対する、急進派に分裂することとなり、ティラクは、同じバラモン階級出身の豪華令と他元を分かつ、こととなった。同年、ティラクは、反政府先導罪による6年の懲役刑を、 宣告され、ビルママンダレー刑務所に入ることとなった。1914年は、第一次世界大戦が勃発した年であり、イギリスは、インドの助力が必要とした。ティラクは1909年に制定されたインド、三次会法を歓迎していた。モーリミント改革として知られる、この法律によって、地方三次会の委員の過半数を、民間インド人とすること、また、 すべての制度において、選挙の原則が導入されたからである。1915年に、ビルマからインドに戻ると、ティラクは再び国民会議に参加した。その背景には、自らの考えが難化したことに加え、豪華ーと豪華ーの名優フィロゼシャーメヘタが、相次いで病没したことにある。1916年に、ティラクは、ジョゼフ・バプティスタ、アニー・ベッサント、 ムハンマドアリー・ジンナーラと共に発足した全インド自治同盟を設立させた。自治連盟は様々な階層の人々に自治の観念をある程度植え付ける役割を果たした。また、ティラクは1917年に発生したロシア革命の影響を受け、ウラジーミル・レーニンを崇拝するようにもなった。1920年8月1日、この日は インドにおいて、マハトマ・ガンディが、最初の非協力運動を始めた日に、ティラックは死亡した。ティラックの死亡をきっかけに、ティラックの支持者たちは、ガンディをはじめとする、若い戦闘的な若い政治活動家たちへの支持を、ようやく行うようになる。ABCDEFGH、メトキャフ・ピアニッシも、214から217、ハットバル・ガンガーダル・ティラック・バイオグラフィー。 ロコマニア・バルガンガーダル、ティラック・インディアン・フリーダム・ファイター、バルガンガーダル・ティラック・ヒストリー、インフォメーション・オン・バルガンガーダル。ティラック・ハット・ディ・ディー、カーベ、ザ・デカン・エデュケーション・ソサエティー、ザ・ジャーナル・オブ・アジアン・スタディーズ、ボリューム20、ナンバー2、206から207、マイケル・エドワーズ。A ・ヒストリー・オブ・インディア、322、ABC。 メトキャフピアニッシ二220から 221AB メトキャフ P228ABCD e メトキャフピアニッシ二230から 237MVS コーツララオコミュニストパーティーズユナイテッドフロントエクスペリエンスインゲララウェストベンガルハイダーバッドプロジェサクッチーブックハウス 2003P82 メトキャフ P258 ありがとうございます。